自称 G8 の韓国さん、6月のサミットに呼ばれず政府レベルで大騒ぎです。今年6月にイタリアで行われる G7 サミット、韓国は自分たちも参加できると信じ込んでいたものの、お呼ばれされませんでした。 G7 サミットといえば、世界を代表する7カ国が集い、国際経済や情勢について議論する場、先進国首脳会議とも呼ばれるサミットへの出席はそれだけでステータスになり、招待を待ち焦がれる国も少なくありません。その代表例がお隣さんで、ここ数年は G8 を自称するくらい自分たちは必ず招待されると信じて疑っていませんでした。実際、昨年の広島サミットに出席した際は、与党が心理的には G8 と公式宣言、3年前にイギリスから招待された時は、なんと事実上の G8 と政府が公式声明を発表していたんです。ところが今年は招待されず、自信過剰なだけだったことがより際立ってしまいました。一人コントでもやってるんですかね。そもそもの話、経済は右肩下がりで先進国から遠のくばかりなのに、その自信はどこから来るのって話です。しかしこの彼らからしたら予想外の事態に、国全体でどうしてなんだと大騒動になっているんです。というわけで、今回は自称 G8 の韓国がサミットに招待されず、国丸ごと大騒動になっている件をご紹介します。お隣さんが日本にやたらと執着する理由も見えてくるので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。2024年6月にイタリアで行われる G7 サミットに招待されなかったことを韓国メディアは大々的に報じました。例えばソウル聯合ニュースは、韓国政府は G7 議長国のイタリアと話し合いを進めてきた、しかし招待国はサミット議題との関連性から決められた模様だ。グローバル中枢国家を掲げる政府は、G7 パートナーとしての定着を目指して積極的に G7 プラス外交を展開してきた。しかし現在開催中の G7 外相会談に続き、6月の G7 サミット出席も逃したというように報道しています。当然このニュースを知った韓国人たちは大騒ぎ。それもそのはず、韓国は自身のことを G8 や G7 プラスなどと呼んでいましたからね。しかも近年は2020年、21年、23年と3回も招待されています。これは韓国人からしたら G7 に加入できるのも相当遠くない未来だと思い込んでいる状態なのに、 G7 に呼ばれすらしなかったわけです。そりゃ大騒ぎになります。ですがそもそもの話、先ほどの記事でも紹介されていた通り、本来のサミット招待国は議題との関連性で決められます。議題に関係していない国をわざわざ呼ぶ理由なんて一切ないわけです。では今回の議題は何だったかというと、ウクライナ情勢や中東情勢、アフリカの開発支援、移民問題の3つが中心とのこと。はっきり言ってどれも韓国に特別関係したものではないですよね。呼ばれなくて当然です。ちなみにじゃあどの国が招待されたのかというと、今わかっているだけでもアルゼンチン、エジプト、チュニジア、インド、ブラジルが呼ばれるとのこと。どの国も議題に深く関わる国ばかりですよね。逆にこれらの国を呼ばずに韓国を呼ぶ方がよっぽど不自然です。ですが韓国人たちはこれだけ真っ当な理由があるというのにもかかわらず、今年は呼ばれなかったという事実にばかり目がいってしまう様子。特に野党はそれが顕著で、今年のサミットに呼ばれなかったことで実際にどんな反応があったかというと、政府はグローバル中枢国家 G7 プラスという外交目標を強く掲げてきたのに色あせてしまった。2020年以降3度も招待されていたのに、ユン大統領になってからはダメダメだ。ユン政権になってからの外交は安保外交ばかりで実益がない。今すぐにでも国益を中心とした外交に転じるべきだ。といったように、今回 G7 に招待されなかったのはユン大統領が悪いという見方の反応ばかり。皆さんはこの反応を聞いてどう思いましたか？はっきり言ってちゃんと招かれなかった理由も明かされているのに、それとは全く関係のない批判ばかりですよね。それに呼ばれなかったからといって何でもユン大統領のせいにするのも理解できません。招待されなかったのは単に国力が足りていないから。ここまで来ると呼ばれない理由はどうでもよくて、 G7 に呼ばれなければ意味がない、 G7 の仲間入りをしたいという欲ばかりが先行しているようにしか見えないですよね。そもそも韓国は先進国ではないので、 G7 に加入どころかサミットに必ず呼んでもらえると思い込んでいるところから間違っているようにも思えますが、まあそれは置いておくことにしましょう。ところで
韓国はなぜこんなにもサミット出席にこだわっているのか、不思議に思いませんか？そもそもサミットは、世界で起きている問題や情勢についての話し合いの場。その話し合いに参加することに、韓国が異常なほど執着しているのには、実はお隣さんらしい理由があったりします。というわけで、韓国が G7 に執着するその理由については、次のトピックで詳しくお話ししていきたいと思います。韓国がやたらと G7 サミット出席にこだわる理由、それにはその存在意義が大きく関係しています。冒頭でもちらっとお話しした通り、サミットは別名先進国首脳会議、要はそこに参加するというのは先進国としての証でもあるというわけですね。実際 G7 加盟国は日本を筆頭にすべて GDP 国内総生産ランキングでトップ10入り、7カ国合わせるとなんと世界全体 GDP の 40% 以上になるんです。たったの数カ国で世界経済を牛耳っているなんて驚きですね。また加盟国は先進国の特徴でもある経済、外交、軍事という面で安定と強さを持っており、そのメンバーであるというだけでそれを証明できることにもなります。この点こそ韓国が G7 に執着する理由だと言われています。 G7 に加入すれば世界から先進国として認めてもらえるぞと思い込んでいるんです。まあ要は世界から見ても韓国は先進国という証明が欲しくて、こんなにも G7 に執着しているということだから、サミットに参加できないだけでこんなにも大騒ぎになってしまっています。韓国からしたら先進国という証明がもらえないどころか、さすがに被害妄想を染みていますが、あんたらは先進国ではないと G7 から完全否定された気分にすらなってしまっているんです。実際今回招待されなかったことを受けて、野党共に民主党の菅総報道官は、ユン政権はウクライナ戦争、中東事態、コリア半島冷戦など急激に変化する国際情勢を議論する重要な場から事実上排除されたとまで言い切っていました。さすがにどうかしているとしか言いようがないですね。 G7 サミットの世界経済や情勢を議論する会議という根本的な存在意義とは関係ないんですから、話し合いをするためではなく参加した実績だけがあればいい、参加できればそれでいいという韓国の自己中心的な考えが目に見えて分かってしまいます。ところで話は変わりますが、韓国は自称 G8 などと言っているように自分たちも G7 に入れると思い込んでいた節がありましたよね。でも実際のところその自信に伴うほど韓国が加入できる可能性はあったのかが気になる方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。そもそもの話、加入には韓国では絶対に満たせないあるものが必要になります。何が必要かというと、 G7 のメンバー国全てによる承認がないと加入は認められないんです。逆に言えば全員が賛成しなければならないため、一国でも拒否したら入れてもらうことはできません。かなりシビアですよね。また承認してもらえるかどうかは別として、韓国が G7 に入るのにふさわしいかという視点でも見ていきましょう。先ほどもお話ししましたが、 G7 の国に必要なのは先進国の特徴でもある経済、外交、軍事という面における安定と強さです。皆さんは韓国にはそれがあると思いますか？正直あまりないですよね。お隣さんは確かに GDP で世界第14位と経済的には世界でも先進国寄りのレベルではあります。しかしそれ以外の面で安定と強さがあるかと言われるとという感じですよね。当チャンネルでも何度もご紹介していますが、頻繁に行われる反日活動やお金目的の言いがかり、故障だらけの鉄道や決壊するダム、ポンコツ戦闘機を押し売りした挙句事故が起きても知らんぷりするなど、外交面でのトラブルは日本以外の国に対しても頻発しています。その上大統領が変われば条約を平気で破棄して軍事機密すら暴露してしまう。日頃の行いを踏まえたら G7 に入れるほどの器があるとはとても思えません。あくまで招待国としては呼ばれる程度で加入できるレベルではないんですよね。韓国人たちはそのうち自分たちを入れてもらえると信じて疑っていないようですけど、今すぐにでも日頃の行いの見直しでも行わない限り G7 入りは遠のくばかりになりそうです。ここからはこれまでの G7 と韓国の関わりについてお話ししていきましょう。先ほどもお話ししましたが、韓国は2020年、21年、23年とここ近年は3回も招待されています。そもそも G7 のメンバー以外の国を招待するという流れになったのは2000年のサミットから、当時の森喜朗首相による気候変動など途上国との対話も必要な課題もあるという考えがきっかけでした。確かに先進国だけではなく当事者を集めた方が良い課題もあるでしょうし、
その理由には納得ですよね。しかし、この招待国の意義とは関係なく、韓国は呼ばれるだけでも先進国として認めてもらえると勘違いしてしまいました。あくまで招待国で G7 とは一線が引かれていることを理解できてなかったわけです。さすがに浮かれすぎですよね。しかもその勘違いを加速させた出来事が2020年にありました。それは当時トランプ大統領が韓国、インド、ロシア、オーストラリアもメンバーに加えようという提案をしたこと。このアイデアには中国の脅威をしっかり認識していたトランプ大統領が他の民主主義国家を団結させようと考えたことが関係していました。まあ結局イギリス、カナダ、ドイツ、日本が反対したためこの提案は却下されてしまったんですが、そもそもクリミア併合だの軍事的なやらかしをしたことがあるロシアを含んでいる時点で反対派が出るのは当然のことだったでしょう。ですが韓国ではあのトランプ大統領が我が国を G7 と認めてくれたと浮かれきってしまっていたんです。実際のところただ中国を牽制するのに都合が良いからと利用されているだけなんですけどね。ですが2021年のイギリスでも招待されたことでさらに勘違いしまくってしまいました。それを象徴するのが当時のムンジェイン大統領によるこの発言。彼は招待されたことについて我が国の国際的な地位は主要7カ国と同レベルまで上がったと断言したんです。そもそも招待国は途上国との対話も必要な課題を議論するために呼ばれているというのを踏まえるとこの人は一体何を言っているんだという感じですよね。なぜ話し合いの場に招待されただけでここまで舞い上がってしまったのでしょうか。しかも舞い上がっていたのは文元大統領だけではありません。当時の国民疎通首席秘書官、要は一番偉い政府報道官に至っては名実ともに G8 国家という国際的な評価を得たとまで言ってしまっています。あくまで招待されただけなのに G8 とまで言える自信はどこから来ているのでしょう。全く理解ができません。とはいえここまでやらかしが目立つのはムンジェイン元大統領までの話。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ユン大統領になってからは反日をやめ日本と協力していくという政治に変わりましたよね。これはいわゆる価値観外交と呼ばれるもの。ユン大統領はこの外交方法を取ることで民主主義や基本的人権の尊重などを用いて中国やノースコリアの動きに対応できるようにしていくという狙いがあるようです。前政権であるムン政権と比べるとかなり平和なやり方ですよね。そういうこともあってか2023年の広島サミットには韓国が再び招待されています。まあそれでもやはり G7 に入りたいという目的自体は変わらずあるようで、ユンドンミン駐日大使は我が国も G7 に入りたい、 G7 に入れれば先進国として外交方針は国際協力路線であると示すことができると語っていました。これはある意味大統領が変わるたびにコロコロ政治の方針を変えてしまう韓国でも責任を持って国際協力するという外交方針だけは守るよと言っているようにも取れますね。しかしこれまで何度も相手を裏切っている国にそんなことを言われてもという感じもします。今後韓国が G7 に入れるかどうかは今後の政権次第になりそうですね。先進国として世界から認められたくて G7 に執着してきた韓国、招待国として呼ばれただけで浮かれて G8 を自称していたもののサミットの議題との関係性があまりないと判断され今回は呼ばれませんでした。それでもユン大統領のせいで呼ばれなかった、先進国ではないとレッテルを貼られたようなものだと騒ぎ立てる盲目な韓国人たち。そんな韓国と G7 について海外の反応がございましたので、ここからはその一部をご紹介していきたいと思います。 G7 に加入させるなら韓国よりももっとふさわしい国があるんじゃない、インドとかもっと参加数が多い国だってあるよね。話し合いに関係ない人を呼んでどうするの、当事者以外いらないでしょ。韓国が先進国、まずそこが疑問、呼ぶのはやめとけ。言うことがその時々で変わる国は信用できない、どうせ約束なんか守らないよ。いかがだったでしょうか。当チャンネルの感想ですが、今回韓国が G7 に招待されなかったからといってユン大統領が叩かれる流れになっているのはちょっと不思議です。責任を押し付けすぐに誰かを叩く流れになるのがお隣さんのお家芸。しかし今回の議題を見る限り韓国よりも議題に関係がある国はありますし、呼ばれなかったのは当然のことでしたよね。正直ユン大統領が叩かれる理由はなく理不尽すぎると思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。